アリシア・サクラモーンはアメリカ合衆国の体操競技選手である。1メートル55センチメートル。サクラモーンは8歳で体操競技をはじめ、2002年にエリートランクになり、2003年に全米のナショナルチームに入った。2004年から2008年の全米選手権では、跳馬での4つの金メダル、床運動での2つの金メダルを含む12個のメダルを獲得した。 2005年から2007年の世界体操競技選手権では2005年の床運動2007年の団体での金メダルを含む7つのメダルを獲得した2008年北京オリンピックでは団体で銀メダルを獲得した2010年桜もオーンは全米選手権の長馬で再び優勝した2010年末にロッテルダムで行われた 世界選手権でも、長馬で優勝した。この金メダルで合計9つのメダルとなり、シャノン・ミラー、ナスティア・リューキンと並び、世界選手権でのアメリカ女子体操選手、獲得メダル数の歴代最多大記録となった。サクラモーンは、インタビューで遠慮ない発言をするとともに、チームではリーダーシップを発揮している。サクラモーンは1987年12月3日に、 マサチューセッツ州ボストンで、歯科共生医の父フレッドと母、ゲールの間に生まれた。イタリア人の血が入っている。兄弟には5歳上の兄のヨナタンがいる。2006年にウィンチェスター高校を卒業した。この頃は、デンバーブロンコスのクォーターバックであるブレーディクイーンと付き合っていた。サクラモーンは3歳からダンスを習っており、5年後の1996年。 8歳から体操を始めた。ジムナスティックスモアクラブで、ルーマニア人コーチであるミハイとシルビアのブレスチャン夫妻の指導を受け、彼らがアッシュランドに自身の施設をオープンした後も従った。ブレスチャン夫妻は2008年までサクラモーンのコーチを務めた。サクラモーンは2002年にエリートランクになり、US クラシックコンペティションのジュニア部門で総合で7位。 跳馬で6位に入った。2002年の全米選手権では総合で22位だったが、平均台では7位に入った。彼女の成績は、翌年には飛躍的に上がり、2003年の全米選手権で総合で14位。跳馬では銅メダルを獲得し、アメリカのナショナルチームに選ばれた。サクラモーンは2003年に、初めての国際大会であるフランスのメッシーリア。 カップにも挑戦し、床運動で4位、跳馬で9位に入った。2004年、桜毛ムは、ハワイで行われた関体平洋体操競技選手権の代表に選ばれた。彼女の貢献もあってチームは、金メダルを獲得し、自身も跳馬で、個人優勝した。桜毛音の力強い演技は、メディアの注目を集め、彼女は2004年のアテネオリンピックの候補として、 認識されるようになった。しかし2004年の全米選手権では演技の失敗が多く、桜門のオリンピック出場は叶なわなかった。彼女は長馬で、モヒニバードは味と銀メダルを分け合ったが、総合では19位で、オリンピック選考大会への出場権が得られなかった。背中に怪我も負い、回復まで時間がかかった。2004年後半もナショナルチームで活躍し、 パンアメリカ個人競技選手権では、跳馬と床運動で優勝した。バーミンガムで開催されたワールドカップ決勝では、オリンピックでの跳馬のチャンピオンのモニカ・ロシを破って優勝し、再びメディアの注目を集めた。2005年の全米選手権では、床運動と跳馬で優勝した。跳馬では9.9点を記録し、平均台では3位、総合では4位だった。2005年に、 メルボルンで行われた世界選手権でも代表に選ばれ、床運動で金メダル、長馬で銅メダルを獲得した。また2005年のワールドカップでもヘントで行われた予選、パリで行われた決勝とも長馬で優勝し、タイトルを守った。サクラモンは2006年にもオーフスで行われた世界選手権に出場し、団体で銀メダル、個人の跳馬でも、 銀メダルを獲得した。その年の全米選手権では、跳馬と床運動のタイトルを守った。2006年9月、桜ー音は、ブラウン大学に入学し、学校の体操チームに所属した。2 0 0 9年から2007年のシーズンでは、ブレスちゃんの訓練を受けながら、全米大学体育協会のすべての大会に出場した。彼女は1980年代後半の、 ケリー・ガリソン以来初めて大学と全米大学体育協会の大会を両立したアメリカ人女性となった。ブラウン大学での最初の年、彼女は総合、跳馬、床運動で大学の最高得点記録を更新し、EE キャックのルーキー・オブ・ザ・ヤーに出場し、5種目すべてで優勝した最初の選手となり、これまでの総合得点の記録も更新した。 NCWA の全国大会にも個人床運動で出場権を得たが、これはブラウン大学の学生としては二人目のことだった。しかし予選を勝ち抜けなかった。2007年の全米選手権で桜門は3種目に出場し、段違い平行棒は欠場した。長馬では金メダル、床運動では銀メダル、平均台では銅メダルを獲得した。 続いて、シュトゥットガルトで行われた世界選手権にも出場した。世界選手権で、サ桜もオーンは、床運動と跳馬で決勝に進み、アメリカチームの予選トップ通過に貢献した。平均台でも予選通過の得点を得たが、それぞれの競技に一国から二名までしか参加できないとの国際体操連盟のルールがあり、チームメイトのナスティア・リューキンとショーン・ジョンソンが、 彼女より高い点を得ていたため、桜毛ンは決勝に進めなかった。団体の決勝では、桜毛ンは跳馬、平均台、床運動に出場し、それぞれ15.750点、15.600点、15.325点を獲得した。アメリカチームが難しい演技に挑戦し、平均台で2人が重大なミスを犯すと、桜毛ンはチームを集め、 次の床運動に集中するようにみんなを元気づけた。アメリカチームは合計184.400点を得て中国チーム、ルーマニアチームを抑え優勝した。この大会でサクラモーンは跳馬で銅メダル、床運動ではチームメイトのショーン・ジョンソンに次ぐ銀メダルを獲得した。彼女は自身の演技に目に見えて狼狽しており、床運動の後、 受賞式の間も涙をこらえていた。コーチのブレスちゃんとナショナルチームのコーディネーターであるマルタカーリは2008年の北京オリンピックに備えるため2007年から2008年シーズンの NCWA の大会を欠場するように進めた。2007年9月、彼女はエージェントと契約を結んでプロに転向し NCWA の残りの大会を欠場することを表明した。 2008年9月14日、サンディエゴのフロステッド・ピンク・ウィズ・エイツイストにて2007年から2008年のシーズンは彼女は大学のチームでボランティアのアシスタントコーチとして練習した。彼女はまだ社会学を専攻するブラウン大学の学生であったが2008年春からオリンピックに向けた準備を始めた。ボストンで行われた2008年の全米選手権と フィラデルフィアで行われたオリンピック選考会で好成績を収め7月19日に彼女は北京オリンピックの代表に選ばれたオリンピックではサクラモーンは3種の個人種目と団体戦に出場した団体の決勝では長場で15.675点を出したが床運動と平均台では落下し1.70点の減点であった団体決勝の翌日 彼女はアメリカチームが優勝を逃して銀メダルに止まった現況だとしてメディアから批判を浴びた。桜門自身も責任を認めるコメントを述べたが、ジョージや大学ヘッドコーチのスザンヌ・ヤキアランヤ前、オリンピック出場者のジョン・レスリス・バーガー、インターナショナルジムナスト氏編集者のポール・ジトラ、体操の評論家は桜門のミスがなくても中国には届かなかったとして彼女を擁護した。 アメリカチームも彼女を支持し、チームメイトのブリジットスローンは、あるインタビューで、私たち全員がミスをした。と語った。個人競技では、サクラモーンは、跳馬で3位で決勝に進んだ。決勝では、北朝鮮のホム・ウンジョン、ドイツのオクサナ・チュソビチナ、中国のホドヒに次いで4位になり、惜しくもメダルに届かなかった。ホドは、最初の跳馬で落下していたため、 この結果はしばしば議論を呼んだ。平均台でも中国の李サさ,さん、チームメイトのナスティア・リューキン、ショーン・ジョンソンに次いで4位で決勝に進出したが、一国二人ルールにより決勝は欠場した。サクラモンはインタビューで北京オリンピック後の引退をほのめかしていた。2009年2月のボストンブルーインズのアイスホッケーの試合中のインタビューで彼女は引退の意思を認めた。 2009年8月6日、桜毛ムは大会への出場のための練習を再開すると発表した。しかしこの年の初めに肩を手術しており、様子を見ながらの復帰であった。2010年7月24日、桜毛ムはカバーガールクラシックに出場し、平均台と長馬で優勝したが、床運動と段違い平行棒には出場しなかった。 彼女の競技会への復帰はメディアに好意的に受け入れられ、USA Today 市の今週のアスリートに選ばれた。8月には全米選手権に参加し、長馬と平均台にだけ出場した。長馬で優勝してこの種目5個目の国内タイトルを獲得し、平均台では2位だった。この年、彼女はスポーツパーソンオブザイヤーにも選ばれた。10月の世界選手権では、 競場で、金メダル、団体で、銀メダルを獲得した。彼女は、現在、世界選手権のメダルを9個持ち、シャノン・ミラー、ナスティア・リューキンと並び、世界選手権でのアメリカ女子体操選手、獲得メダル数の歴代最多大記録となっている。2008年6月、サクラモーンとチームメイトのシャノン・ミラー、ナスティア・リューキンは、女性スポーツ選手としては初めてアメリカの化粧品。 ブランドであるカバーガールと専属モデル契約を結んだ。サクラモーンはチーム24フィットネスのスポークスウーマンも務めた。2009年にはモンティパイソンホーリーグレールをモチーフにしたゲータレードのコマーシャルに出演した。2009年夏はロサンゼルスに滞在し男性ファッション会社であるタンクファームでデザインを行った。彼女はメディアで大学に戻る意思を示していたが、 2009年8月にブラウン大学には戻るつもりがないことを表明した。インサイドジムナスティックスマガジン誌のインタビューで学校は続けるつもりだがボストンの学校に転校するつもりだ。と述べている。またその理由をブラウン大学は素晴らしい学校で愛しているが自分に最適の環境ではない。多分少しリベラルすぎる。素晴らしい2年間で自分自身について たくさん学び、教授やコーチからも学んだ。今は、ボストン大学、ボストンカレッジ、ハーバード大学等を考えている。最終的な決定をする前に、選択肢をよく考えたいが、今は、ハーバード大学に転校したい気持ちが大きい。と述べている。ありがとうございます。